ハシギアングイとは、グリーンランド西部のケケタ陸自治体にある町、ディスコアンの南東に位置する。人口は1253人で、グリーンランドで12番目に大きい町となっている。エビや、お氷漁が、基幹産業である。1734年に建設された。同年7月25日に宣教し、ポールエゲデが、クリスチャンスホーブ植民地に建てた家が、 グリーンランド最古の木造住宅とされる。強風のため1806年に現在の場所に移築され、1997年に博物館に改装された。1999年夏には、戦士時代の考古学的資料が博物館に寄贈された。2018年1月1日、行政区画の改変により、旧カースートスップ自治体から、 ケケタリク自治体へ管轄が移行。陶器にはエアグリーンランドがイルリサとケケルタルスアーク、アシアートの各ヘリポートとの間に瓶を飛ばす。ディスコアンが航行可能になる夏季秋期にはディスコラインが湾内の各村落を巡航している。カシギアングイトとイルリサートアシアート、イカミウト、アクナーク、ケケルタルスアークを結ぶフェリーもある。 2010年の人口は1253人で、ゲケ,ケタリクジ地帯の町としては4番目に大きい。しかし、1990年と比べると22%、2000年からでも11%、近く減少した。ありがとうございます。